マッハとフォーク、はい、往年のね名車、はいね、今日も朝からキキちゃんと一緒にね神奈川ツーリングしてますから、はい、神奈川っていうのはねもう本当にもう皆さん何回も見ていただいてると思うんですけど、もう山あり、ね、海あり最高なんですよ。どこ行っても最高、はい、で僕たちはだけど、はい、もう本当に月3回はねツーリング行くんですよ。そうですね、行き過ぎて枯渇するわけですよツーリングスポットが。そんな中、ガリオコさん、はい、初めて、はい、案件でございます。いや、素晴らしい。いや、でもすごいな、ね、案件来るチャンネルになりましたね。ついにもう YouTuber になりましたよ。いや、ね、本当に確かに。どんな、メーカーさん、企業さんからお話はいただいてたんですよ、はい、これ使ってくれませんかとか、これどうですか、提供しますよとか、はい、ね、それはまあ全部、ありがとうございます、はい、間に合ってますと、はいはい、でやっぱりこの僕たちが紹介することによって視聴者さんがね本当にいいもんだとか思ってくれるもののみとかをやっぱり紹介しないといけないと思ってたんで、僕がまあちょっとそういうのでねちょっと二の足を踏んでいたというか、もともといいものは勝手に紹介しますよってことですからね。そうそう、だからね使ってる中で本当にいいものは何にも頼まれてなくてもめちゃくちゃ宣伝するスタイルを取ってましたし、今までそうでしたね、そういうスタイルでやったわけじゃないですか。で今回、はい、なぜねそうっすよ、その横にが案件を受けたかと言いますと、はい、そうするとまたここがどこかと言いますと、はい、いや本当そうっすよ、ね、ちょっとこっち来てください。ほらロングウェイベス藤沢さん、ロングウェイベス藤沢さん、はい、はい、住宅展示場なわけです、はいはい、しかしながらちょっと家が趣向を凝らしているというか、めちゃくちゃいい家ばっかりいるね。ログハウス的なことですよ。ログハウス的、木を使ったね、ちょっと一風変わった家を展示しているところです。すげえな。それで住宅展示場のさ、はいはい、イメージって、はい、キクちゃんどういうイメージ？いやまあ基本はまず行くことないですけどね。そうでしょう。買わないですから。そうでしょう。はい、ここのいいところは何にもない。そう、何にもない。営業さんもつかない。へえ、あ、そうなんですか。ただ、はい、暇だから遊びに来る。へえ、それだけに。しかも俺家めちゃくちゃ古いんですよ、はい、もうこれ建てないとやばい、もう建てないとやばいって言って、やっぱ住宅展示場すげえ行ったりしてたんだけど、事務作業じゃないけど俺行ったことあるんですよ、住宅展示場。ああ、プレッシャーすごいんですよ。そうで、うん、まあ、これわかんないですよ、それはちょっとベースの方どうかわかんないですけど、うん、おそらく買いそうだなの人の方が手厚くて、うん、そう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 、俺は確かに買えないのに見に行ったことあるんですよ、うん、友達と。うん、わ、うん、かるわかる。ちょっとそのプレッシャーとの戦いで見たことはあるっていうだけで、あの時の俺は正直嘘ついてました。いや、初めての嘘、建てたいですけどねみたいな。でも夢見るのは本来ただのはずなんです、はい、プライスレスのはずなんです、はいはい、だからここは、はい、そういうところです、はい、だから興味がある、はい、これだけで来れる場所、はい、ちょっとね、まず早速行ってみましょう。すげえな。で、ね、ちなみに今ここにバイク置いてますけど、はい、ここ置いちゃダメ。実際駐車場はもうここの並びにでっかい駐車場ありますから、ね、だからバイクで来るもよし、はい、車で来るもよし、はい、もうチャリンコで来るもよし、徒歩で来るもよし、なるほど、もうどこでも。あ、でもちょっと初めての体験だな、ね、いや本当見て、ご見学の方は必ず受付だけは済ませてくださいってことですから、はいはい、ね、そしたら、はい、ね、この今、はい、ベースのスタッフさん、はい、紹介します、はい、あ、いらっしゃいましたよ。おはようございます、ね、どうぞお邪魔します。小杉さんでございます。はじめまして、横畑でございます、ね、今日は本当にただただ遊びに来させていただきました。それでいいんですね、はい、本当にそれでいいんですね、はい、
正直めちゃくちゃゆっくりする人いるってことですか。じゃあ中もう本当にソファーとか家全部見ていいってことですもんね。はい、めちゃくちゃ。はあ、すごっ。もう一日入れちゃう。入れずに、だってさ、家がね、ここのまあ受付とかはさ、1個、2個、3個、4個、5個、6個、1時間いたら6時間だ。本当ですね、ちっちゃい小屋もあるし、うん、いや、ちょっとこれあれ、菊ちゃん、いきなり薪ストーブ、あれ、菊ちゃん、はい、なんかスキーとか昔、いや、本当ですね、行ってた時、こういうイメージ、これ、本当薪ストーブとか、薪ストーブは憧れるもんな、ね、やっぱ、男ってこれ憧れるよね、めちゃくちゃ。これ、普段使ってるんですか。あ、もちろんです。使ってんだってよ。マチョストーブなんて、はい、家にあるの伊藤さんちしか知らないから。そうなんですね。ケズの、伊藤さんは、ね、会社にマチョストーブがあるんです。うわ、すげえだな。うん、アンケートをお渡しするので、へ、こちらをあちらのテーブルで。へえ。これなんですか。あれ、なんで実際に、留守の家で暮らしている方の暮らしぶりを紹介して。あ、なるほど。あ、なるほど。すでに建ててる方の、はい、おしゃれ。絵はがきみたいだよ。すげえ。へえ、あ、ベスの家を建てた方なんだ、これ全部。え、めちゃくちゃある。あ、すごい。いや、ここに横畑さんって入るんじゃないの。いや、入れたいですね。横畑さんね。野崎くんとか、はい、めちゃくちゃキャンプ好きだから、はい、もうここ絶対一回ツーリングで来るよ。本当ですか。ここまっすぐ行ったら、はい、江ノ島だから。はいはい、そうですよね、うん、富士山ですからね。そうだから江ノ島帰りここ寄ってもいいし、はいはい、ここね、コースとしてはいいな。いや、いろいろやってんな、うん、チェーンソーの丸太切りやってますよ。佐田さん連れてきましょう。そしたらね、ちょっと早速、受付済まして、はい、ね、向こう行きましょう。はい、お願いします。どの家から見てもいいってことですね。いやこれは攻めてるな。これを建てる人いんのかな。これなかなか街中にはこれ無理ですよ。マジでこれ一軒ずつ見てたらマジ偉い時間過ごせますよこれ。近所の親子とかめっちゃ来るだろ。来るでしょ。これは何ですか。これ何ですか。ね、ログウェイ活動区、ログウェイコーチャーって何。っていうのが、ベスの家で暮らす先輩になります。はいはい。なので、まあ、家作りで不安なことだったりとか、はい、まあ、実際そのコーチャーの方の趣味の活動とかをこの場所で教えていただいている。いや、俺これ知ってるぞ。え、なんで。これ知ってますわ。あれ、カンブリア宮殿出てませんでした。はい、ね、やっぱりカンブリア宮殿で見ました。俺ちゃん情報量すごい多い。あれですよね、もう住んでる人が、はい、あのこの家住みたいなの人を招いてこんな暮らしうちはしてますよ見せてくれる人たちのことですね。そういう活動。へえ、これね、すげえ仕込みじゃないのが怖いです、ね、すごいですね。いや、あ、そうですか。あ、いや、カンブリア宮殿俺ほぼ毎週見てるんで。あ、そうなの。いや、横に来ましたね。我々 もう村上龍と小池栄子さんの位置まで。あ、来ましたよ。うん、もう YouTube 界ではもうだいぶ来ましたね、これは。いや、見ました。カンブリア宮殿見てました俺。そうか、あれだ。菊ちゃんがそんなテンションあるって、はい、呼んでよかった。いや、俺菊ちゃんさ、はい、ほら、あのキャンプとかも好きだしさ、はいはいはい、実はほら、俺結構菊ちゃんとね、はい、あのほら貸別荘とか旅行行ってんのよ。そうですね。うん、はい、でやっぱりこういう家見て、うわ、こういうとこいいねってよく言ってたからさ、うわおすぎの家じゃん。本当だ。すげえ。ドームトレインってこれ電車。何これ、すごい。いや、めちゃくちゃ洒落てる。勝手に見ていいわけですね。菊ちゃん、めちゃくちゃ洒落てる。すごいね。洒落てる。うわ、すげえ。うわ、何これ、すげえ。あ、こうなってんだ。わあ。
俺さ、これ子供が幼稚園の時に建てたかったな。めちゃくちゃこれいいですね。楽しいだろうな。うわー、キキちゃん、はい、この上最高。いや、超贅沢ですね、これね。ちょっとどこの順番から見てるか分かんないけど、ね、俺はもうとにかく上行くわ。いや、上行きましょう。上。キキちゃん、はい、ここだけで2時間入れるね。いや、ちょっとくつろいじゃいますね。くつろいじゃいる。あー、今日も疲れたなーっつって。ね。疲れたー。これやっていいわけですね。はい。これやっていいんだ。いや、マジでこれ寝ちゃう人いるんじゃねえかな。ねえ、寝るよね、こんなん。あ、見てごらん、やっぱ薪ストーブあるもんだね。うわぁ、薪ストーブはマストだよな。マストだよ、この感じの家なら。ねえ、はい、ちょっとこんなんだって座ってみてえもんな。この椅子もまたね、いい感じ、洒落てるわ。これの上のさっきのスペースの下にキッチンとかちゃんとあるわけですね。あ、いいね。だからちゃんと生活ももちろんできるんで。あ、うわー、すごい。あ、こういう部屋にもなるんだ。しゃれてる子供部屋だ。うわあ、ちゃんとクローゼットありで。キキちゃん、俺はもうここが気に入った。いや、まだいっぱいありますからね。もう1個目ですげえ気に入ったもん、ね。いや、まだこれ1つ目ですよ、建物なんて。でもマジでこれ帰れないよ、今日。ちょっとやばい、ちょっと見ましょう。せっかくなんで全部見たいですから。全部見たいもんね、はい。最初のこれ紹介するの忘れてたの。エイリアンズ、これね、エイリアンズ、はい、ね、ベスドーム、はあ、家の常識を覆すわけです。超個性派のベスドーム。はい、次。はあ、これでも見た感じは割とシンプル。これ街中立ってても違和感はないですよね。ワンダーデバイス、はい、そうか、ここをまず見てちゃんと行った方が分かりやすいですね。硬派、俺も硬派だけど、これちょっと硬派が違うね。フランク、シャミ構えない、根っから開放感、いいね。ちょっと行こう、行きましょう、行きましょう。まあ、見どころ欲しいね。あ、まあね、こういう、やっぱこう扉からですよね。あ、うわっ、うわー、やっぱおしゃれてんな。最高、うん、もうここはしゃれてんもんな。しゃれてますわ。木の家っていいね。めちゃくちゃいい。うわー、これほんとどっから横来たみたいだな。あれ、これ叩くやつだ。えっ、いや、これベスさん関係ないでしょ。わこんなの、いや、ちょ、しゃれすぎてるな。いや、これだってさ、なんか自作感満載で。ありますね、ほら。美人に、そうか、だからこういうのも取り入れてくださいってことで置いてるってことですね。それであれじゃない、はい、その先輩方の DIY とかで教えてくれるんだよ、はいはい、いろいろ。こういう階段とかおしゃれじゃね。ですね。うわ、やっぱりここもね、もちろんマッチするんだよね。子供とか、ほんと連れてきてあげたい。本当ですね。あ、うちの娘ちっちゃくなってくんねえかな、また。ちっちゃく、大きくなっちゃったから。いや、ほんと、俺キャンプとかめちゃくちゃ連れてったんだけど、こういうとこ連れてきたかったな。広いな。一個一個の家が広い。おしゃれだな。あ、すげえ。ちゃんとしてるわ。うわ、ちゃんとした寝室。あのね、いざってなったら本当におしゃれとか、はい、かっこいいとか、おいしいとか、そういう言葉しか出てこないもん。実際そうですよね、うん、俺昔でかいヒラメ釣った時だって、はい、やべえしか言ってなかったね。俺はさっきからもうおしゃれしか言ってないから、うわー、おしゃれしか言ってないけど、はい、もうその言葉しか出ないぐらい、もうマックスってことだから。はあ、ウッドデッキもあれで、これいいわ。いや、これマジでさ、ツーリング、はい、走る時間よりここにいる時間の方が長いですね。間違いない。いや、確かにな、これはしょうがないな。これ退屈っていう人いねえんじゃねえの。マジでちょっといいな、うん、本当に。なんかさ、切ってあったけ、あと本当に、うん、うわ、見てください、横に気づいちゃいました。これタイヤで作ってますよ、これ。うそ、本当だ。これタイヤ切って作ってますよ。なんでこれバイク屋の俺がこれ思いつかねえかな。いや、思いつかないですよ、これ意外と。すっげえ、やっぱアイディアだよね。アイディア、やっぱアイディア、アイディア次第なんだよ、こういうのって。
わぁ、マジで最高。ちょっともう時間なくなっちゃう。いや、2軒目で、いや、時間がね、いくらでもあるとはいえ、はい、ちょっと、こんな、いや、こんなにたっぷり見れるんだ、でもマジで。だからこれでも、あの、ほぼ迷惑がられないってことだからってことですよね、うん、マジで何時間もいる人いるってことですよね。そうですよね。そりゃそうだ。今のところ僕たちは迷惑客ではないですね、はい、大丈夫ですか？大丈夫です、うん、ちょっとマジで行きましょうよ。どうせなら全部見たいですから。見たい。俺もちょっと見ましょう。ここも、ここはね、夏って。へー、夏、夏。ちょっと外観はなんか本当に、おー、すげえ。だいぶリゾートやってますけど、あ、これ日本人ならではの感性出てないと思うからね、はい、あ、楽しみだな。へー、来ちゃう、はい、これが一番いいわブランコね。そう、これほら、もう下危なくないよ、はい、紐がちゃんとやってあるし。あ、ほんとだ。ほら、あ、こういうのがね、ちょっと贅沢ではありますよね。それ昼猫来てる確かにこういう、なんかさ、スペースがやっぱ余裕、こういう下見てるだけでもいいわね。なんかさ、ね、はい、1週間ね、働いて、はい、週末、はい、はい、家でさ、ぼーっと過ごすの贅沢だね。本当ですね。それがやっぱできないもんな、都会だと。ね。行こう。見ましょう。中見ましょう。入ろう。行きましょう。わ、いいね。はいはいはい。またね。ああ、いや本当木ふんだんに。なんかさ、玄関入ってさ、はい、いきなりこうリビングって開放感あっても、これはこれでいいね。いいですね、うん、はあ、だからこれ煙突があるんで、これで全部あったかいってことで、ちょっと見に行こう。もう早速で行こう。上から行っちゃいましょうか、じゃあね。あ、なんかさ、上にもリビングあるんだよ。ほんとだ、ここもいいな。いいね。あ、ここもいいですね。ここでさ、お母さんがこんな縫い物なんかしちゃってさね、子供がここで遊んで。ああ、でもいい、これね、ここの三角、うわっ、ね、すげえ、このベランダね。ああ、こういうことだ。うわあ、いいですね。すげえ、すげえ、見てこれ、すごい。蛇口もついてる。バーベキューとか やれるってことだ。うわぁ、へぇ、あぁ、贅沢だな、これは。やっぱベランダって広い方がいいなぁ、うん、ねぇ、ほんと。で、これが1個あるだけでさ、全然違うね。ね、違いますね、うん、ベランダの使い方が変わるわ。へぇ、なんかね、俺、きちゃん、はい、俺、家が古いせいもあって、はい、こういう窓があるの知らなかったね、俺、うん、この感じの家でもサッシとかは、うん、ちゃんとしてるのをつけられるとですね、うん、いや、これは喜ぶわ。これはそういうものでしょう。あ、すげー。ちょっと上見て、はい、いや、あー、これは最高だな。いや、マジでいいっすな。いいね。子供だったらここだな。これ最高です。あ、すげー。隠れ家感あるね。こういうスペースね、いいんだよな。子供の頃とかに思い描いた住みたい家って感じがする。そうですね、うん、で、大人になってもさ、やっぱ男ってこういうの見るとドキドキするよな、うん、ね、確かにな。これ女の人よりもしかしたら男の人の方が響くのかも。響くって響く、うんうん、それで、もう年取ってさ、はい、夫婦2人で住むとかも、うん、こういうのいいよ。最高でしょうね、うん、それでね、こういうとこにするとさ、はい、あの孫に人気出るんでしょ確かに、あ、確かにそれありますね。あ、間違いない。もうおじいちゃんおばあちゃん、ね、大人気だよ。いいわ。あ、やっぱり見て、こういうとこにもさ、ちゃんとさ、収納あるんですよ。キキちゃん、キキちゃん、こういうとこいいね。もうほら、ほら、こういうとこ、本当だ、収納ね。やっぱデッドスペースはね。そう、なんかさ、キキちゃん、はい、ここでさ、はい、読書を楽しんでみたり、これだから、やっぱ生活に余裕は出るでしょうね、ね、こういうとこいたらね。だからお父さんのこうちょっとしたスペースってさ、はい、やっぱ必要なんですよ。ここもでもいいよな。来てよかったな。これ、小杉さん、はい、あれ、藤沢の他に、はい、ここら辺の近くで言うと、はい、
どちらに？あ、そう、他にもあるの？今は、まあ、大観山の方で。大観山にあるんですか？すっげー、一流企業じゃん。大観山、スペースはこんな広くないと。まあ、これぐらい。大観山で、やば、大企業じゃないですか。俺と菊ちゃんで大丈夫？ちょ、大観山にあるって言われたらひるみますね。ひるむ。と、まあ、立川の方。おお、立川だったらね、あのお次なんかは多分そこ行ったんじゃない？うん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 。あ、でもいい。あ、木更津だったらいいよね。あるんです。ツーリングコースだから。そう考えるとさ、いいよね。だってあのほら奥多摩の方ツーリング行って、ね、その多摩の方寄ってみたり。行けるとこいっぱいあるわけです。で、立山の方寄ってそこ寄ってみたり。で、湘南の方行ってこう寄ってみたりする。いいね。これなんかトレーラーハウスじゃん。あ、本当だ。あ、これちっちゃい小屋かと思ったら下トレーラーハウスだよ。あの何、もう家は古いです、はいはい、ね、ちょっとまた今からローン組むのはってなった時によ、はい、ね、でも庭はちょっとあるんだよ。あ、確かにね、これ建てれますか、はい、いいな。趣味部屋ですよね。これ憧れるわ、外にこういうのあるの。あ、これそうか、よ、横とか周りもね。実際やってる人は薪割りなんか大変でしょうけど、やりたいですけどね。あ、でもこれ機械で、なんかこれ金で、これ薪割り機械だ。いや、これ見たいよ。あ、これでキュッ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 ってジャッキみたいにやるんだよ、キキちゃん。あ、やろうぜ、これ。なるほど。はいはいはい。はい、はい、これこれ。ごめんね。よいしょ、これどっち？あれ、俺これ個人的にめちゃくちゃやりたい。薪割れる体勢とっとって。はい。あ、ほんとだ。ほら。うわ、おもろい。あ、こういうことですね。へえ。あ、すげえすげえ。いや、めっちゃ、これめちゃくちゃ楽しい。こういうことか。はい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 。どうしたこれ。めちゃくちゃ楽しいよ。あ、来た来た来た。めちゃくちゃ楽しい。これで戻った。そう、ああ、戻る戻る戻る。だ、これじゃあちょっと分厚いなってだったら、記者。もう一回。もう一回。したい、あ、いいよ。もう一回やろ、はい、これ面白い。これで、あ、やっぱ最初がね、はい、最初が、あ、来た来た、面白い。だ、これは、これは、はい、あのいくらなんでもやっちゃダメってことでしょ、ね、あ、まあでも、向こう屋の通常も体験として、あ、体験でできるの、はい、すげえ。それはいいな、これめちゃくちゃ楽しい場所じゃん。いや、ほんとにすごい、家だけじゃない、すげえとこ見つけちゃったよ。楽しませてくれるんだ、ね、なんかこれさ、あ、これなんか山中湖とか、はい、そういうとこにありそうだね。ちょっと待ってください、ここはちょっとトップ躍り出るぐらいの、ね、外観から行くと俺好きですよ、だいぶ、ね、これさ、ちょっとさ、ね、あの、この別荘地、はい、この家はちょっと住んでたら渡辺敦史さん呼びますよね。お願いしちゃうな、これ。あ、煙出てきた、煙出てきた。オッケーなんだ。もうつけてくれたんでしょ。つけてくれてるんですね。ああ見れんの。マジで今日過去一菊ちゃん喋、はい、るから。本当に楽しいんだ。いや、めっちゃ楽しい。ほんだから、はい、そんなどんだけガレ横が菊ちゃんの中でストレスだったのか。こんな盛り上がってる菊ちゃん俺初めて見て。なかなかないっすよこれ。あ、じゃあ、はい、これでほどほどの家とか言うよねー。言うよ。急に春菜愛さんみたいな。これを行こう。はい。うわめちゃくちゃいい。広っ。すごい、なんか。あ、来た。はい。俺ね、はい、ここの家です。うわあ、もう決まりました。すいません。もうここです。すげえ。いや、わかりました。ここいいっすね。記者、はい、でさ、こういうとこでね、こういうところ、年取ると、はい、靴履くのも大変じゃん。大事なスペースです、ね。これも大事なスペースだし、はい、もう、いやんだ、へぇ。ここ。うわ、ついてる、ついてる。最高だよ。ついてる、ついてる。だから、うわ、今日寒かったあ、もう雪降りそうだよとか言いながら、こうやって。うわ、マジでいい。もう早くお風呂入ってください。あ、もう変態とか、ね、あったけー。いや、ずっとここ行っちゃうだろう。本当に高いですよ。めちゃくちゃあったけない。ここから帰る自信ねえもんな。これから単車乗って帰る。いや、やばいですね。ちょっと温まりすぎるとやばいかもしれないですけど。あったかい。あ、俺こういうの憧れる。あ、いいですね。これだけで高かったでしょ。
よっしゃ、はい、来てこっからまた外に出れるんですよ。本当だ、これマジでいいな。マジやってんなこれ。これやってますね、確かに。この家もいいな、この白とこの木ね。いや、ここちょっと1位踊り出るからね。はい、で、菊池屋さん、はい、これ、襖、襖よ、はい、襖ってこの年になってくるとなんかさ、はい、いいですよ、いいんだよ、懐かしいっていうか。広いなぁ、ここめちゃくちゃ広いね。あ、キッチンも、すごい、はぁ、めっちゃいいな。これあれじゃない、はい、本当にあの小説書いてる人が、はい、泊まるとこ。本当ですね、うん、ちょっと又吉先生に教えておこうかな。うわー、こういうシャレた空間だな、これ。いや、これは持て余すぐらいな、こんなおしゃれな空間。菊ちゃんさ、はい、もし菊ちゃんが、はい、このほどほどな家を建てたら、はいはい、俺週3回泊まるんだ。いや、ちょっと困るな、ほら週3多いな。なんかさ、はい、ね、ちょっと一、はい、台さ、ここにバイク、あ、確かに入れれる、ここなら。ここにバイク、バイクを見ながら、ここで最高だな、はい、俺が歌ったら、これをちょっとここに置いちゃったりして、おね、でコーヒー飲みながら、ここにテーブル置いちゃったりして。あ、え、じゃあ家としては1、2、3、4、5、ね、最後ですね、大きい家で言うと最後。なんか菊さん、これもいいな。いいですね。めちゃくちゃ一番のログハウスじゃないですか、これ。ここ完全なログハウス。カントリーログって書いてある。はいはいはい。ね、カントリーログ。F 分の1揺らぎってよく聞きますよ。そうなの。宇多田ヒカルの歌とかは F 分の1揺らぎだとか言いますよ。聞き心地がいい。そういうのいいね。そういうの俺にちょうだい。いや、ね、無理ですよ。入れるのは。入れるのは。初めて聞いた言葉だったり。本当ですか。英語？もう一回ちょっとちゃんと覚えた。F 分の1揺らぎ。揺らぎ。はい。難しいな。自分のものにできなかった。うわっ。じゃあいいぞ。あれ、俺ここ一番かな。あ、いいぞ。あったかい。これは最高だ。これ、俺千葉に建てた。サーフィンして。そうだ、いいっすか。本当だ。うわ、めちゃくちゃ、あ、いいスペースだ、これ。だからもう、はい、サーファーの人なんで、この憧れじゃないですね。まあ、チャリンコでさ、寒いね、海岸線まで行ってサーフボード持って。はいはい。俺ね、玄関がこうやって広い家って、はい、一番贅沢だと思う。本当ですね。俺、やっぱ、さっきから思ってるのね、はい、こういう家に憧れあるんだろうな。ですね。あ、これはまたちょっと、そうですか。これマジで視聴者さんね、ここ来なきゃ損だよ。うん、ただでね、こんな楽しめてテンションめちゃ上がるそうです、ね、とこってある。で、気使わなくていいんですよね。そう。俺マジでこの高揚感、一番最初熊沢社長とこ行ったのと同じくらい。いや、それなんかわかんない。それがなんか良かったのか悪かったのか。もうテンションめっちゃ上がったわ。うわ、これ上なんかもっとすごいわ。うわ、すごい。あ、もうほんと完全にだ。あ、じゃあ、はい、向こうからも行けて、はいはいはい、力が。あ、そういうことか。はいはい、趣味部屋よ、はいはいはい、あ、こういうことですね。あ、さっきのね、うわ、趣味部屋、力来てね。あ、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 木漏れ日。うわ、すげえ。わ、やっぱあったかいな、上は上で、またね、はい、上すげえあったかい。それでまたこれでさ、空気循環させてるから、はいはい、あ、なんかさ、いい時だな。またお父さん寝ちゃってるよ、ね、最高の幸せですけどね。贅沢だな。こうやって足伸ばしてさ、はいはい、ね、この窓がいいよな。いい、相当いいですね。いいよ、めっちゃ楽しいもんな。もうさ、はい、いや、本当にさ、これって順番に決めるもんじゃないよ、はい、ぶっちゃけ、はい、だけどさ、はい、あの家族とかで
来てどの家が一番良かったとかさ、はい、あれこれって例えば多摩とか木更津とかいろんなあの展示場あるじゃないですか、はい、家のタイプみんな違うんですか。そうですね、ちょっとずつじゃあ違う、ちょっとずつ違ったり。俺だったらもう1年で3カ所回ります。藤沢はだからああいうサーフィンとかそうですってことで、土地柄に合わせてレイアウトとかも、ほんとさ、ツーリングのコースで、はい、これ一つ入るの悪くないでしょ、はい、そうっすね、ね、めちゃくちゃいいです。何も高速で遠く行って高い海鮮食うだけがツーリングじゃないから、そうなんですよ。これいい、いやもうほんとこれ、いやこれはちょっと行きたい、ここを教えてくれた、はい、ベスさんに感謝だ、感謝です、ありがとうございます、感謝しないです、ありがとうございました、ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃ遊び心やってる。え、オセロ輪切りにした木を色塗って、あ、来ちゃう、はい、ちょっとワンゲームだけやろうよ。いやじゃあどっち、黒で、いや俺じゃ黒で、いや俺白、じゃあ最初はグッ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 、オセロなんか何年ぶりかなぐらいですよ、ね、俺ね、オセロなんだ。あ、そうなんですか、うん、え、そんなこと言われるんだ、怖いな、うん、ちゃん成功法じゃ俺には勝てないからね。本当ですか。いや、俺あんま知らないな、そう考えたオセロ作戦とかあんま考えたことないな。暑いっすわ。暑いね。本当中あったかい。してるから行こう。いや、もうおそらく俺勝ったと思う。あの角ももう取れるな、俺分かってます。分かったの、はい、俺、菊ちゃんが見たやろうかと思って。もうでもあの角はまだ取んなくても、俺しかあそこには置けないんで。菊、うんうん、ちゃんめちゃくちゃ強い。おそらく俺のが強いです、ね。俺、オセローだと思ってたら、菊ちゃんがオセローだと思ってた。オセロあ、いいね、そういう時に、あ、そっか、いや、楽しい、くそー、よっしゃー、ウィッチに不機嫌になったよ。